わしは一体いくらこいつにお金かけてんだろう。意味わからないぐらいお金かけてるざんす。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲイコちゃんです。はい、こんなわけで来たじゃないですか、レッドスターズと。その前にオーブが653個もあることについて、まあ気になる方いらっしゃると思うのでちょっとだけ話しておきますと、昨日多分もう消えてると思うんですけど、夜に、あ、消えてねえわ、覇者の塔全部クリアしましたんで、なんかちょっとプラスアルファになっちゃったんですよ。なのでさあ、鬼丸国綱当てようぞね。で、非属性のラックマックスしていないラック順も見ておこう。うん、もろもろですよ、もろもろ運極近いやつ多いんですよ。はい、アザトースも運極遠いしね。なんならまあ、とにかく俺鬼丸国綱は全然もうラック10、思いっきり書いたんだよ、この10って2体しか持ってないんで、艦隊分も用意できてないっていう、信じられないもう現実というか、状態になっちゃってるので、これちょっとね、ギコちゃんらしからぬボックスね、ボックスね、なのでちゃんとやっていこうかなとは思います。はい、今日はちゃんとガチャ引く。マジマジ相変わらずね、花粉がヤバタニエンの関東風から玉、オリマルクリンズナが出たらやめる。今日はね撤退でいいと思う。そこで多分運を全部使っちゃってるから、そっから先はかなりぐだりそうな予感がしてる。え、ニュートンじゃない、ニュートンじゃない、こいつもう運極だよ。あ、嬉しい、マルス。ニュートンなんだこいつ、ひなた、こいつひなたはねもう運極なのよ、悲しみの運極なのよ。20連目に突入、確定来い、左、厳しい、うーん、なるほど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 。いや全然神引きではあると思うけども、遠い気がする。鬼丸の香りはちっともしない、ちっともしない。どうする、どうする、義骨な義経よ。ん、めちゃくちゃだもん、名前がめちゃくちゃだよ、頼むよ。岩通し、ほこり飛んでない、いやマジかよ、ちょっと待って、やっぱ出ないよな、俺の端末は嫌われてるもんな、国綱はな。天下五剣の中で最も鬼丸国綱が俺を嫌っている。どういうことなんだろうな、これは。超ヒーオンリーオンリーワン、ちょっと待って、目がかゆいよ、もう勘弁してくれ。あ、これはまさか、今のイメージはな、ネテロ会長の一番最後の表情をイメージした、多分似てたと思うんだよな。やばい、40連目ぐらい、よし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 、それがまずは入り口、スタート地点、開門。閉門、ちょっと待って、アザトースてたから OK だね、これは。これめちゃめちゃいいじゃん、アザトースもう少しじゃない、今70ぐらいになってるね、これで。まさかの65だから、そうそう70になったんだよ。アザトース運極はあざといと思う、俺は。あと6体で運極だよ、アザトース頼む、この勢いでもう1個出しちゃおう、強欲に行くよ。うん、頼む、来い、鼻つらい。ちょっと待って、ちょっと待って、
分かった俺。なんでさ、撮影が始まるとさ鼻水とか出てくるのが分かったよ。今理解した気がする。苦節6年目にして気づいた気がする。変顔してるから顔の血行の巡りが良くなって鼻水出てんだよ。シンプルに今気づいちゃった。気づいたキコちゃんは最強やで。出るで。ああ気づいちゃったの。がっつり。グランエスパルズなんだっけ。ああグングニル。まあこれ含めてコミコミパックだと60円あるから大丈夫。クニツナオリマルは出てきますよ。必ず一人は出てきます。お願いします。あっ、おいお前お前、我が夫たる。いや使わないんだよな、エリザベスって。今しかもエリザベスってさあんまり使ってこなかったじゃん。重心感もなんかこう弱そうなイメージがどうしても俺の中ではある。エリザベスってガンバッサッカー。